瞳閉じてプレゼント、空に光るあの星を二人の。こんにちは皆さん。私の名前は黒沼貞子。普段はメガネをかけていたのですが、最近コンタクトレンズになってしまいました。私は誰もが認める陰キャ、なんだったら自分でもキングオブ陰キャのネクラ女子だったんですが、ひょんなことからミスコンに出場することになりまして、そこで優勝してしまいました。それ以来ありがたいことにいろんな方から声をかけていただくようになりましたが、私何故人と話すのが苦手なので少し疲れます。さあ今日も必ず人と話さなくてはいけない絶望要塞桜学園高等学校に足を踏み入れることにしましょう。なんじゃあのゾンビみたいな生徒は。いいかお前ら、テストの点数が悪くってもそれを補えるもんがある。なんだと思う？そう、内申点だ。日頃の授業態度はもちろん、学校に対してどんな貢献をしているかとか、例えば部活を頑張っているとか大会で成績を出しているとか、そういうのも大事なんだぞ。学校が終わったらすぐに帰って遊んだりゲームしてるだけじゃなくって、点数が悪い人はそういう内申点も意識するといいぞ。内申点か、俺は大丈夫なつもりだけど結構遅刻したりもするからな。そういえば黒沼って部活とかやってんのかな。まあやってなさそうだよな、ザ帰宅部って感じのオーラあるし。え、部活ですか？そうそう、黒沼ってさ部活なんかやってんのかなと思って。俺は一応陸上部には所属してるんだけど、あと一つぐらいなんかやってもいいかなと思って。私はですね、そのピンポンパンポン、1年生の黒沼貞子さん、これが聞こえたら職員室まで来てください。おい、なんだよ黒沼、お前呼ばれてんぞ。私が放送で呼ばれる？もしかしてどこかで高速違反をしてしまったのでは。はっ、心当たりがあります。もしかしてちょっと過激な同人誌が R 指定に引っかかったのでは。望月くん、先に言っておきます、私はそういうつもりで本を選んだんじゃないんです。キャラクターとキャラクターとの友情とかそういうのもありまして。ああ、何の話してるかさっぱりわかんないけど、とりあえず行ってこいよ。失礼します。おお、黒沼来たか、こっちだこっち。先生、私に一体何のご用でしょうか。黒沼、お前園芸部だよな、いつも花の面倒を見てくれてありがとうな。あ、はい、とんでもございません。よし、今日もお花の水やり完成です。皆さん とても綺麗に咲いていますね。それでは昨日のアニメの感想なんですけど、皆さん聞いていただけますか。実は昨日買った魔法使いのバナナっていうとんでもないタイトルなんですけど、それがすごく当たりでして。そう、何を隠そう黒沼ちゃんは園芸部所属。ちなみに園芸部の部員は黒沼貞子一人である。そしてオタク趣味で語り合える友達が一人もいない黒沼ちゃんは毎日花にその思いをぶつけていたのであった。今度屋上にちょっとしたテラスができることになってな。まあ小さな花壇なんだけど、その花を面倒見てやってほしいんだが大丈夫か。屋上にですか？なんでまた屋上なんかに。屋上ってなんとなく学校の中では柄が悪いイメージがあるだろ。そのイメージを変えたいんじゃないかな。実は設置自体はもう終わってるから、後で水やりに行ってやってくれ、頼むぞ。わかりました。また私の話し相手ができるということですね。話し相手？部員は黒沼だけじゃなかったっけ。楽しみですね。新しい花壇を屋上に作るなんてなんだかちょっと陽キャ臭がしますけれど、新しいお花を見るのは すごく楽しみです。おお、こういう感じですか。こじんまりしてて素敵です。あれはまさか リア充カップルですか。それともまだ付き合っていない友達以上恋人未満のなんかよくわからない関係の人ですか。やはり私が恐れていたことが起きてしまいました。放課後、人気のない屋上、そしてこのシチュエーション。あなたたち花壇と屋上を何だと思ってるんですか。まったく。
なあエリちゃん、俺エリちゃんのそばに行っていい？うん、別にいいよ。エリちゃん、俺チャラそうに見えるかもしれないけど、絶対幸せにするから、いい？うん、約束だよ。ちょっとおかか花壇の前で何してるんですか？でもなんか先が気になるからちゃんと見とこう。ふう、やっとお帰りになられました。なかなか長かったですね。これからお花の水やりが少し大変になりそうです。よし、昨日のことを踏まえて、放課後はリア充が増殖する可能性がありますので、お昼のうちに水やりを終えておきましょう。最悪お昼だからご飯を食べている人がいたとしても、そんなの別に気にしなくて大丈夫ですよね。あれは不良ですか？そうですよね。不良といえば屋上が好きなイメージがあります。自分たちが空の上の存在になったつもりなのでしょうか？まあ、リア充の人たちがイチャイチャしてる前で水をやるよりはよっぽどマシですよね。はあ、厄介なことになってしまいました。この子たちに罪はないのですけれど、人と関わるのが面倒だから園芸部に入ったのに。というか私一人だけど、屋上のお花さんたちには話しかけなくって申し訳ないですけれど、早く終わらせましょう。おい、見ろよ、あれってさ、ミスコン優勝者の黒沼さんじゃね？ほんとだな、花に水やってるみてえだな。おいおい、黒沼さん、屋上は風が強えぞ。おっと、黒沼さん、屋上風が強えからスカートめくれてんぞ。ああ、ちょっと、何してるんですか？何してるって、俺たちは何もしてねえよ。おいおい、やってること小学生だぜ。もう屋上で水やりはゴリゴリです。おい、何やってんだよ。どうした黒沼、なんかされたのか？俺たちは何もしてねえよ。屋上は風が強えから黒沼さんのスカートがめくれてて教えてあげたんだよ。お前ら絶対嘘だろ。望月くん、大丈夫です。私気にしてないので。じゃあな黒沼さん、風には気をつけろよ。あいつら調子に乗りやがって。ところで、どうして望月くんがここに？それは、その、お昼、黒沼がいないから、どこにいんのかなと思って、探したんだよ。てか、園芸部入ってたんだな。俺、てっきり帰宅部かと思ってたぜ。そうなんです。言っても、部員は私だけなんですが。え、マジ？お前一人？ってことは花の水やりとか全部お前がやってんの？しかも加えてこの屋上の花壇まで。お前大変だろ、先生に言ってやろうか？いえ、大丈夫です。それに私一人でお花に水あげるの結構好きなんですよね。この子たちは私が友達がいない時にすごく話し相手になってくれたんです。ですからこの屋上のお花さんたちとも仲良くなれたらいいなと思ってます。そっか、黒沼にそんな一面があったなんてな。あれだよな、まだ俺は友達にすら入ってねえよな。そんなことないです。桃月くんはすごく、頼りになるお友達です。それに私異性の人と話したことなんてほとんどなかったのに。お、ってことは俺が男の子の友達第1号ってことだな。よし、じゃあ俺園芸部に入部しちゃおうっと。園芸部にですか？でも部員は私しかいませんし、それにお花に水をあげるだけの地味な部活動ですよ。別にいいよ、それだったら陸上部と併用してやりやすいし、それに男の部員は一人ぐらいいた方がいいぞ。それともなんだ、俺だったら嫌か黒沼？いやそんな、もう望月くんだったら大歓迎です。すごく信用できます。じゃあ決まり、園芸部の男子部員第1号だな。待って、私も入る。私だって大地と同じ部活動したいもん。なんだよ、しょうがねえな。ま、俺が決めることじゃねえけど。黒沼、悪い、俺たち2人入部しても大丈夫そう？わかりました、よろしくお願いします。嬉しいのですが、それと同時にお花さんとオタクトークできなくなってしまいました。
動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるからよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。